こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シンコペーションブック、コンピング読みやったでしょ。こうやったら実際に使うじゃないですか。で、今日やりたいのはこの長い音符をハイハットでやるんですよ。で、僕はコンピングやってる時にちょっとここのサウンドをモダンにしたい。要はスニアとバスドラってすごくこうストレートな答え方なので、バスドラの代わりにハイハットにすごいモダンな響きになります。なんか細かい感じがするでしょ、ハイハットでやるとね。なんか、まあこれはもともとトニーがよくやってるなって僕は思ってたんですけど、ロイ・ヘインズさんのクリニックの時に大坂さんが行ったら、このハイハットとの組み合わせは俺がやったんだと、トニーはそれを見て俺のライブを見に来て真似してたんだっていうふうに言ってたそうですね。ロイ・ヘインズさんってお金がなくてバスドラ買えなかったと。だからドラムセットを持ってバスドラなしでスネアとハイハットでやったから、スネアとハイハットの組み合わせをめちゃくちゃたくさん練習したって言って、その発想がすごいですよね。バスドラを買えないんだったら、そのバスドラを持っていかないっていうふうに日本人っていかないじゃないですか。バスドラなしでやろうって発想普通ならないじゃないですか。揃えようって、なんか何とかして人に借りたりして揃えようと思うじゃないですか。そこがすごいなと思うんですけど。まあ、それはいいとして、僕がコピーする限りはポール・モチアンがかなり初期段階で、エヴァンストやり始めた頃とかでもよくやってますね。なので、ロイ・ヘインズ、トニー・ウィリアムスあたりがやってるサウンド感みたいな感じなんですけど、なので、これをシンコペーションブックのタタンタタンタンでやると、スニアの音、要は短い8分音符はスニアで、それ以上の音はハイハットでやるっていう流れなんですね。なので、前回と同じ、必ず AAB を意識して4段ずつやってみましょうね。ワンコーラスこの形でいこうとか、 AA の部分だけこの形でいこうっていう感じで僕は演奏したりしますから、そういうふうに考えると組み立てやすい、まあ一応一つのなんか持ち札みたいになるので、練習していただけたらと思います。なので、ここにちょっと踏み方書いてみましたので、1段から4段までの流れを、ソーハットで前回と同じくやってみたいと思いますね。やり方としては、4小節レガートやって、ここからこの書いてあるのは5小節目からこれにやって、最後のここにはフィルインを入れてクラッシュにして次の段に進むっていう形ですね。バスドラでやってる組み合わせですね、多分ここに出てると思うんですけど、そこの、やり方見てもらって、それの次の段階だと思ってください。それでは、やってみます。
といった感じで、僕はこれやっぱりやっててですね、この下書き出してみましたけど、ここにねこうやって書き出してみましたけど、こっち見てるとねなんか分かんなくなるね。やっぱりこういう風に叩いてるよっていうことだけど、こっちで読まないとメロディーを、まあ、こっちで読み替えれるようにしていくってことですね。まあ、最初のうちは僕は全部書き出しました。でハイハットで最初の4小節のところのハイハットの2音はどっちでもいいです。踏まなくてもいいし、ただまあ普通踏んでてフレーズに切り替えるから、ギリギリまで踏んでてハイハットにこのフレーズの方に寄っていくって形にしてもらえばいいかなと思います。この資料とかですね、この音源、この音源の方もダウンロードできるようにしてますので、メルマガか LINE の方登録お願いします。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。